やっほ、こんにちは、サイコです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はベイビーモンスターの、ラストエボリューションということで、ベイビーモンスターが最終的に何になるのかっていうところはまだ発表されてないと思うんですけれども、その最終の評価の過程の中での今回はステージが上がっておりました。ボーカルの課題がブラックピンクの楽曲を使用するというところで、今回は、パリタちゃん、ルカちゃん、アヒョンちゃんですね、この3人がロゼ姉さんのゴーンという楽曲を、披露しております。早速こちらね、皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。これ会社のしかも所属のアーティストさんとかもこうやってね、今悪夢が映ってますけれどもね、いらっしゃるんですよ。やばいよねこれ、すっごいだから緊張すると思うんですけど、もうね非常に美しい歌声なので、はい、そちらをねちょっと見ていきたいなというふうに思います。一回私はもう YouTube のね放送の方で見させてもらってるので、今回このステージだけを取り出してね、解説をしていきたいと思います。やばくない？ちょっとアヒョンちゃん、それこそ前ね、私が解説した動画だとなんかはっきり顔とかまで映ってなかったからさ、どんな子なんだろうって思ってたら、こんなに美しい方だったっていうね、もうちょっとビジュアルもびっくりなんだけど、歌声もマジでやばい、歌声もマジでやばいです。ちょっと一瞬関数音が映った時にドキッとしたんですけれども、もうちょっとそれよりもこのアヒョンちゃんの歌声、この低音どない、マジで。まずエッジボイスから入りましたね。I got to みたいな感じで、I got って言ってんのかな、なんか G の音が聞こえるんだけど。こういう感じ、この低音の響きな、こんな美しい低音を持ってたんだっていう、びっくりだし、このロストのビブラート、oh, yeah. 上から取るようなこのニュアンスもとても美しい。このさ、tried から息っぽくなるの分かります？この音やばいよね、やば。パリタちゃんいい声すぎる。ちょっとほんと私パリタ推し、マジパリタ推しなんですけど、ちょっとマジでさ、音もうこの音、なんかアヒョンちゃんって結構こう前にガンガン飛んでくる、音もねもうガンガン耳に入ってくる、ちょっとこうなんていうのかな、金属っぽい感じのテイストも感じるんですよね。少しこうアルミな感じ、そうそういう質感もある方なんですけど、方だと思ってるんですけれども、パリタちゃんはねまた全然違って、すごくソフトで深い方なんですよね。Wanna be、 この want の時のちょっとこう鼻にかかる感じとかも最高。 Oh yeah, yeah. こういう感じ、上から Oh yeah, 上から取ったら次エッジボイスから入ります。 Oh yeah, yeah. こういう感じ、やーばいやーばい。これ今度は、同じことですね。Oh yeah! 上から取って、Oh yeah! yeah! エッジボイスから入ってからのビブラートが加わるというね、非常に美しい、この神秘的な歌声を。やば！うわ、低音！マジ？アヒョンちゃん、こんないかつい方だったの？ちょ、待って。やばい。Already done. こういう感じ。これはね、もう2連チャンで出てきてますね。この、be done one. ここも出てきてるし、already done でも同じようなことをしてる。H の音もね、結構出だしに乗ってきてますね。Crying ugly. やばいよね。で、しかもさ、ここちょっと怒ってるんだよね。少し怒ってるような感じで歌ってくのよ。だからこの低音なのよ。やばいよな、この低音。ここのね、M、N あたりのこの発音。鼻腔に入ってくる時の音の美しさ。
やば。Hey in the morning, hey in the morning. すごくない?あひょんちゃん。厚みもやばいよね。この声でマジでアデル歌ってほしい、マジで。このカラーのカの音でちょっとアクセントが立ってますね。非常に柔らかい彼女の美しい歌声。こういう上から撮るようなニュアンスですよね。それこそロゼちゃんとは結構違う歌い方をされる方っていうところなので、ちょっとこのアヒョンちゃんのアレンジにも注目ですね。この一瞬聞こえてくるすっごいこう細かなビブラート今聞こえました。ゼルガン、ここゴーンのとこやばくない?ここね、なんか自分が歌うとこうキュッキュッキュッキュしちゃって窓拭きみたいみたいなことね、あの本編でも言ってたんですけど、いやでもね、このでもねキュッって音はね、なんかやっぱ入りやすいし入ると思うんだよね結構。でもすごくなんだろう、違和感がないし、あのめちゃくちゃ美しい声だなって私は思いますけどね。これな、ビブラートかけながらねっていう風に発音がね、あの変化していきますね。裏声から地声のイコも非常に美しいし、わかります、このパリッとした音すごい耳に届くよね。あー柔らかい。神秘的パリタちゃん、パリタちゃんがもうマジで神秘的な音してんでね、なんか洞窟の中で音楽聴いてるみたいなんかそういう気分になる。いや本当に美しい。ここも南郊外のこのなんだろう、ゆったり動いてきた感じとかすごい今感じましたね。ルカちゃんでございますね。非常にラップの上手な女の子ですし、彼女にね、ここはこうラップパートとしてね作られた、そんなシーンでございますね。彼女の自作のラップがここは聞ける部分なんですけれども、いやでも本当もういっぱい作ってきたんだろうな本当に。もう YG もさ、このアーティスト育てるときってもうガンガンそういうことさせるじゃないですか。作詞作曲とかもガンガンやらせるからさ、そうだからもうこういうのもさ、今までの本当に延長線上、もうなんか練習生って言ってるけど、もう練習生のレベルがさ、もうちょっとおかしいんだよね本当に。やばいからマジで、あの見てない方は見た方がいいかもしれない。本当になんかレベルが高すぎてすごいです。こんな子たちまだいるんだっていう、マジかみたいな、ちょっと衝撃受けます本当に。なんだろうこの早口のところのさ、歌詞のせいなのかな、なんかちょっとシュファシュファしてんだよね。なんか舌がさ、舌のこのっていうこういう音がすごい聞こえてくるんだよな。これはどうなんだろう、彼女もともとそういう発音の方なのかな。もうでも場所によるんだよね、こういうこの目線すごいさ、本人たちあのお互いをこう見つめ合いながら歌って練習したりとかしてたからさ、まあそこら辺のなんかこうコミュニケーションの取り方、どういう風にステージをこう作り上げて、どういう風に仲間と歌っていくのかっていうところもさ、すごくやっぱりグループとして見られてるから、そうすっごくね大事なところなんですけど、この目線の使い方とかもすごいいいよね。パリタちゃんはやっぱ柔らかいですね。あの入れてる技術自体はこうなんかアヒョンちゃんみたいないかつさがそんなになくて、割とこう柔らかい方で、そこにこう声質がもうものすごく特別な声質が乗ってくるっていう。
強い。強いアヒョンちゃん。マジで。結構ゴリゴリなのよな。やばいね。Just for fun っていうのはもう相変わらずね、この動きですね。音の動き細かいんですけれども、その後ろの took my love ですね。ラブでこうエッジボイスにかけていくんですけど、その前の took my が結構この息っぽいんですよ。すっごいセクシーなの、ここ。やば。綺麗、この今母音のところですね。I can、 ここの I の音でエッジが鳴りましたが、この低音の分厚さとさ、高音になった時のこのパキーンっていうこの音の輝き方、アヒョンちゃんちょっと神がかりすぎてて。後ろにしぼませていく感じ、このテンション感がどん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 こうしぼんでいく感じもマジで圧巻だよね。うん、このさ、なんだろう、ビジュアルも多分もう美女面確定じゃないですか。確実にこのお見た目ですから、こんなに美女面でこんなに歌が上手くて、マジでどうすんのって感じ、本当に。まあでもこのアヒョンちゃんだけじゃなくて他のメンバーもマジでやばいんだよね。ちょっと本当に揃いすぎてて、え、ちょっと待ってっていう。やば、もう音がやばい。パリダちゃんはやばいよね。みんなわかるでしょ。もう音がやばいよね。最高。この3人のね、この舞台上でのやりとりが好きなんだよね。うん、結構このパキッと映えるアヒョンちゃんの後ろで柔らかくこうコーラスを入れるパリタちゃん、そして時折ルカちゃんの声が入ってきた時のこの目線を合わせる感じとか、いやもう完璧、もうグループとして完璧と思って。音。もう特別です、あなたたちはって言われてるような、そんな感じマジで本当にやばい。パリタちゃんのこの主旋律ですね、ここに変わった時のこのアヒョンちゃんの柔らかな裏声、そしてやっぱりこの特別なパリタちゃんのこの音質、やばいて、やばいいやマジ、あのウィナーの皆さんがめちゃくちゃ喜んでるんですけれども、いやマジでやばい、マジでやばくない、本気みたいな、これデビュー前です、ええということで、あのロゼ姉さんのゴンをこんな風に素敵に歌い上げてしまった A チームでございます。非常にこの事務所の方たちの感触も良くて、あ、すごい良かったねみたいな。そうで、しかも実際にこの生で聴いてる人たちからも、もうなんかピッチが完璧だみたいな声もあったんですよね。そうだからもう本当にそこら辺のクオリティも高くて、ちょっとやばいです。 YG さんやっぱりすごいの出してくるなって思いました。待たせるだけあるなっていう、あのそれこそブラックピンクがね、すごくこうグローバルなアーティストになって、次に出るグループってやっぱどれだけすごいのが来るのかって、私たちの期待もすごいと思うんですけど、とんでもない、もう本当にもう文句のつけようがございません。そんな感じでございます。はい、本当になんかここから誰が落ちるんだっていうことをちょっと想像ができないぐらい、はい、本当に上手な方たちが揃っていて、またこの次もね、あの別の子たちがステージをするんですけれども、そちらもね、またあの公開されたらリアクション取りたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひあの気になる方はね、見ていただけたらなというふうに思いますし、今回ね、ボーカルだけのね、動画があるんですよ。私ちょっと字幕がなかったので、そっちに。そう、なので今回あの放送の方の動画ですね、見させてもらってたんですけれども、概要欄の方には彼女たちがしっかり歌っているそのクリーンバージョンっていうのがあるので、もしね、まだ聞いてない方は、彼女たちのこの美しい歌声に触れていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。